やったの、うん、2回とも来て2回とも全く同じ人が中盤ぐらいで、うん、ココちゃんに、うん、ココちゃんに、うん、えコメント読んだ違うなんか、うん、なんでそんな私に言ったかなもうツイッターで配信聞けばいいやそう言っといてってめっちゃ言われた、うん、ちょっとねそう後半だから私あのツイッターで言ってあげたえそうだから今日のんちゃん誘ってくれたそうあ別にそれがあの理由ではないけどねあのただ時間があったからそうな今何時今ね23時59分もうやめないってやばいどこにいるのレッスン場ですレッスン場じゃないかレッスン場だよねそうカラオケルームめっちゃ久しぶりに始めましたここ今日はさっきまでレッスンしてましたのんちゃんココちゃんに炭酸水飲むよ伝えといて炭酸水好きうんマジ、うん、でもあんま飲んでないジュースあんま飲まない飲んでなくない確かに飲んでないよねうん確かにそうだ意外と飲んでないそう意外とジュースなんかみんなで飲んでたらじゃあ私もぐらいで、うん、あそう自分から進んで買ってないかもそういい券とかで飲んでるよねうん、そん確かにそうだねうお菓子のイメージ強いからなぜか付属でジュースもついてきちゃうけどそうだジュースあんま飲まない全然飲んでないわ私の方がよっぽど飲んでたえそう目好きだよねでもねその飲めなくなっちゃうから、うん、悲しいです今飲みますけどなんかでも最近ね、うん、あのオレンジジュースを飲んでたな、うんうん、オレンジジュースってさ最後の方に酸味となんか苦味が来るじゃん、うんあれがなんか辛くなっちゃって飲みすぎて一旦距離取ってちょっともうやめた方がいいかもね水にしたのあとココアの、うん、あのグランデサイズを飲んだの欲張って、うんうん、そしたらなんかもう一旦いいかもってあそうこの前生誕祭ありがとうございましたどういたしましてそう何もしてなくてのんちゃんがね出てくれたんですはいすごいあの、うん、ココネちゃんじゃなかったら多分覚えてなかったもう嬉しいそうなんか、うん、前日に電話かかってきて、うん、そう明日公演出れるって言われたの、うん、急にねだからそう私はあのコシちゃんと同じポジションだからコシちゃんが体調悪くなっちゃったか怪我したのかなと思って、うんうん、はいって言ったら、うん、シンポジって言ったら怒るって言われて、うんうんうん、どうですかって、うん、聞く前にも私たちは状況知ってるからさ、うんうん、やばいあそこかって思ったらあったたそのまさかでそう、うん、あの、うん、かすみんと、うん、あのゆめみんが、うん、そうあのそう結構痛がってたから、うん、もう代わりに出れるなら出てあげたいんだけど、うん、踊れないからなって話してたの、うん、そしたらあの覚えることになりましてやりましたそうすごいえで次の日もやった次の日は違うやつだったけどあんまり使えなくて、うん、でその次の日にまたあったから、うん、そうほぼ全曲覚えたよねそうバレンタインがあったからめっちゃ出てない人みたいになっただけで、うん、私出てないの3曲えでもだるい感じと、うん、アンコール2曲えすごい頑張ったよね、うん、えしかもほぼ1日だよねほぼ1日あの合計しても24時間じゃないえだよね夜だもんねそう夜に来たってやばいよ、うん、すごいと思う私、うん、ちょっと無理かもしれないそれ言われたなんかめっちゃね、うん、そうただれの時もそうなんだけど、うん、なんか電話された時って謎の自信が湧いてきて元気よく、うんうんはい、すぐに、うん、はいって確かにだからねその、うん、断れないよね断れる断れないじゃなくてなんかいけるような気がしてきちゃって、うん、はいとかもうめっちゃ笑顔でってで私ねそのただれの時は、うん、ただれ終わった後に、うん、電話した時にあんなに、うん、あのすぐに返事が来ると思わなかった、うん、すいません誰にエンジさんエンジさんにあ、うん、言われてみればそうかも意外と考えてそうで考えてないのかもしれない
通の人はね絶対できないよね。でもねそれでできなかったらただ迷惑なやつなんだよ、うん、そう？それ危ない。怒るって聞かれてるの意地悪だあそうなんかキレ性だと思われてるのかなえ確かに確かにやばい。そんないや切れてないはずなんだけどなんでもそういうノリの人だったから、うん、ねあの M さんだったから、M さんそうB4 だけどそう不良は覚えられるのそうB4 だけど不良は覚えられるでも B4 だから、うん、立ち位置はちょっとあの番号だけ見ると苦手、うん、ただ入ればいける。 B4 だけどできるの。でここなら画質綺麗じゃない。ちょっと暗いけど確かに劇場ガビガビすぎて、えなんか綺麗だよね。オレンジが合うのかな、そういうことじゃない。多分合わせ鏡してた時に来た霊が綺麗にしてくれてるありがとうセーターめっちゃ良かったよ、ありがとう。17歳、17セブンティーンだね。セブンティーン、福フェス楽しみにしてます。そうもう明日で、明日じゃない明後日明日はやばい明日はやばいあさって、あしたって私何やる、もう私あれか、いい喧嘩、そういい喧、あそういい喧嘩、いい喧嘩、あの私とここねちゃんとほてちゃま、ほてちゃま、そういい喧です、コラボね、どうなるんですかね、めっちゃ来てんね。確かでもさこれ1回来ただけでさずっといるってわけじゃないんだ、1回でもだいぶ少ないぞえそう、でもこの時間なんかあんま見なそうじゃない、うん、今日はなんで配信してくる、私が誘ったから黙れって思ってる人がいるかもしれないあ、それとびっくりした、この人たち、この人たちじゃない、もうこの見てくれてみんなに黙れって言わないなんでコメントすんなって黙れやばい、黙れやばい、言っちゃったからと思ってついさすがに言わない、黙れば言ったことないよ波動と意見、あ確かにだから人が少ないのか、波動あるの、私じゃないよ、愛ちゃんと、うん、誰だったかな、誰か愛ちゃんと17期何人かいた、そうだよね、うん、愛ちゃんと誰だったかな、まさちゃんとかそこら辺がいらっしゃった、うん、ここら辺ってどこら辺？わからない。こんばんは畠山さん。こんばんは。エリーさん今日会いましたレッスンでね。あったよね。あったよね。うん、もうなんか鏡越しにずっと見てましたもん。だろうなって思った。え見るよね普通に。え、あの私は違う意味で見てた。もちろんあの、うん、そうすごいなって意味でも見てたけど、うん、あの。自分の振りがやばいっていう意味でもああ、そういうのでも、ね、同じ場所が何か所かあったから、うん、めっちゃカンニングしてたいいな、でも私もね隣見てた、うん、あの武道館の時、あいたの隣に、リア前の時お隣さんで、うん、うんうん、そうだから好きになったちょろいから、彼女になれますかもあの後ろで踊れたから、うん、曲は好きだったけどもっと好きだった、うん、えチョロータだから、チョロータとチョロータだから今 T シャツ買おうとか迷ってるのんちゃんはエリーさんポジじゃないです、違います、B4 は黙ってカンニングだってやだなしませんよ、する、のんちゃんはちょろいのか、そうだから言ってないじゃん、 DD な人がいても DD 名って言ったことあります、私ないじゃん
なら私も分かるよって言ってるもん。ちょろい自覚ありなのね。あ、でもめっちゃちょろいわけじゃないよ多分。ちょろすぎ笑った。ひわわさん知ってる？何この人。うん、うん、わかんない、アイコンが一緒なだけかな。今日はレッスン終わりです。竹山氏と中学の時同じクラスで先生に一緒に刺されてた。たくさん会えるの楽しみ。うん、楽しみ。皆さん嬉しい。どういうことだ、一緒に刺されてた。どっちが年上。私です私です。あ、やばい顔。え？だから公園で遊んでくれてるのね。いや、それは純粋に見てくれてるから。みんな今日は何してたんですか？そこはキモくない。何してたんですか？私はここねちゃんの写真ずっと一日中見てました。うん、かわいい。嬉しい。あの生誕祭の時に使われてた写真さ、お父さん。あの間もなく小浜ここね生誕祭配信されますみたいな、うん、あるじゃん、うん、X で。あれの小浜ちゃんのさ、幼いよね、そう。めっちゃ無表情で。そう、こうだよ。お人形さんかなみたいな。なんかこの角度じゃない？なんかね、そうなんか映りを意識したみたいな。そうそうそう。あ、こうかこうか。そうなんかめっちゃ顎引いて、イエイみたいな。おもろい。あれそう考えるとさ、めっちゃ顔変わったよね。ね、すっぴんはそんな変わんないかもだけど、わかんない。なんかさ、ほぼ毎日見ちゃってるからさ、わかんないよね。そう、なんか改めて見たらわかるんだけど、すっぴんってどのぐらい違うの。え、わかる。私もわかんない。でもあんま変わんないか。うん、すっぴんはそんな変わんない。そう、のんちゃんと同じ県に住んでる友達がいます。珍しい。仕事の卒業発表の時、あ、はい、私いました。ゆかるんさんの卒業発表の時、学校でテストだった。テスト、疲れ様。何分までやる？どうしよう。今何分？30分までって思ったけど、冷静に考えたら15分しかやってないのか。ね、だから普通にもう10時。私永遠に喋れるよ。え、わかる。10時、コメントしてくれたら。気持ちは10時までで。タワー、え、タワー、何これ、クマ、なんかめっちゃ、これ誰だ、誰だ、誰だ、どうやって見るの。え、これはこれですね。うん、1位の人。あ、待って、違う、反映されてるか分かんないから。そう、今日横でやってるから、はい、分かんないんです。あ、レイノコーン君。え、クマタワーありがとうございます。コーン君さん、埼玉の友人から言われたんですけど、クマタワーありがとうございます。埼玉友達が言ってました。めっちゃ埼玉言うやん。見て、めっちゃ埼玉言う。埼玉の友人が言われたんですけど、同級生でなんか同じクラスの時あったって。埼玉。めっちゃ埼玉。強調しない。可愛い。めっちゃ。ひなた。数学かな。ね、ごっこの笑い方でかかる。ちょっとあんた。うん。ありがとうございます。クマタワーが、これ初めて見た。冬バージョン。なんかこの笑い方、え、同じじゃなくない。うん、同じじゃないよ。同じでウケるってきた。同じじゃないよ。同じじゃない。髪型は一緒だよね。いっぱいいるよ、そんな。え、でもあのさ、 TikTok でさ、一緒に撮ったじゃん。何 でさ、マネージャーさんがさ、載せてくれたじゃん、 TikTok 二人で撮ったやつ。あの、頑張って、あの、あ、秒の声です。それに、そのコメントに、なんかなんか怖いぐらい顔似てるねって。え、顔、そう、顔始めたじゃない。顔は言われたことない。顔も言われないよね。うん、顔似てるってあんま言われない。うん、顔は言われないけど、まず目の形がだいぶ違うからね。そう、丸と、あの細いさ、アーモンド系だから。アーモンド型。配信聞こえない、どうしたらいいですか。一回、私、あの、一回、あの、再起動したら聞こえるかなって思うので、試してみてください。うん、それでも聞こえなかったら、うん、うん、お、また言ってください。
ートハートハート、お互いのモノマネしてみて。あ、こっちだった。スタイルだって、ゆっくり上げるスタイル。え、この顔ね最近めっちゃしてくるの。これめっちゃ可愛い。え、でもソララもしてくるんでしょ。え、そうやるの。じゃあソララがね、うん、そう最近ココちゃんにこの顔するのって言った時ね、うんうん、首突き出てんの。首突き出て、横から見てた、横から見たらめっちゃ首が突き出た状態で、ね、やばい。めっちゃ首突き出すやん。え、もう、あ、なんじゃない、もうその子、うん、めっちゃ首こんな出して、うん、かわいい、かわいい、かわいい。え、そうレッスンの時めっちゃこうやって2人でやってる、たまに。そうやってます。小さい頃は似てたんだけどね。だって小さい頃の写真見たけど、あ、おお、見せてもらったの。うん、なんかなんだろう、目が本当に変わらなかった。誰？お姉ちゃん。あ、そう？うん。確かになんか。ちょっともう。ティッシュ反対にすれば。確かにこれがあれだからじゃない？こうでいいか。こうでいい。うん、確かに聞こえてないわ、確かに。そうじゃん。音が聞こえてないんだから最近。映ってた。何？奈々ちゃんのシャワー。映ってた。ダメなの？何？うん、あ、私の配信ではすっぴんを見せたくないの。あ、そう、そういうこと。そういうこと。うん、じゃあ、あのここねちゃんのすっぴんが見たい方ははしごしてください。はしご。のんちゃんの心の声が聞こえます。え、じゃあ私今なんて思ってると思う。うん、まあ、正解は言わないんですけど。正解はお腹すいた。違う。うん、特に何も思ってない。特にコメント読んでるみたいな。そう、コメント読んでるけど、なんか、うん、特に何も考えてないみたいな。はい。はい、というわけなんですけど、はい、というわけで今日紹介するものはじゃん、わあ、すごい、なんだそれ。これめっちゃ、これは、めっちゃ可愛いね。どうしたのそれ。のんちゃんにもらったの、タンプレで。そう、リファの櫛。欲しいって言ってたから。かわいくない？これもうみんな使ってて、もうね、あの憧れだったの。憧れだった。そう、憧れだったの、これを持つのが。そしたらタンプレでね、のんちゃんがねくれたの。え、なんかさ、聞いた時期に、うん、その櫛欲しいって言ったから、うん、くれって。だから一回さ、あ、じゃあ分かったっつって言ったらさ、うん、ネタバレされたって言って。そう、もう、そう、見て、これなんか赤で、なんかさ、ここではあんま分かんないけど、めっちゃコーラルだよね。なんか光ってる。コーラルって何？もう少しやなかった。そうか、めっちゃ、しかもなんかサラサラになるの。そう、あのね、うん、私はそれをゆきたんから借りて、うん、手串でなんか通しが良くなって感動したから買ったの、うん、めっちゃいい。でその櫛を私が次、うん、あの、みんな大好きあの美人マネージャーさんにお貸ししたら、うん、そう、同じ理由でご購入してた、うん、そう。で、あのここねちゃんも、うん、そう、はい、さっきわが物顔で私も使いました。めっちゃかわいいハートもらっちゃいました。通販始まった。だってどうですかみたいな。でもね、そう、私のメイクポーチも、うん、あの合宿前に我が物顔で紹介してたんです、うん、だからね、うん、あの覚えてる言葉だけで言うと、うん、このチークは本当に良くて、うん、そのなんかすごい色が好きで、うん、みたいな言ってたの、うん、私があとおばあちゃんからもらったパウダーがその時入ってて、うん、はい、次はこちらなんとかのパウダーです、うん、これはおばあちゃんからもらいました。あ、YouTube ごっこみたいな。あ、そう、YouTuber ごっこして、やってた。で、私がクスクス笑ってたら、うん、え、なんで笑ってるんですかみたいな。なんで笑ってるんですか。
そう、意味もなくさ、なんか紹介したがるよね、ちっちゃい頃って。うん、一人で、はいこちらはみたいな、やってたよね。やってた。しかもちょうどさ、私たち小学校ぐらいに YouTube が結構流行りだしたから、うんうん、なおさらいっぱいいるんじゃない。そう、何々紹介みたいな流行ったよね。そう、親、付き合わされた親かわいそうだなって今では思う。取ってって。自分でやってって。そう、お母さんはそういうのに付き合わなきゃいけないんだよ。いやでもね、そこまでちゃんまでだいぶくれたの、私のタンプレ、あの、うん、配信前回の意見でつけてたピンだけじゃないの、あと、あの、私が15歳でもらって一生これは本当に使えるって言ってたからか、うん、ハンカチと、うん、で私ね、あの上の方にブランドティーいいよね、そのマリークアントの袋があったんだけど、なぜか大きい箱で、箱じゃない袋で、ジルスチュアートだったの、だからなんでジルスチュアートの袋にマリークは入れたんだろうと思って、でマリークワント見て最初満足して戻したの、うん、でもう一回あのピンつけようと思って、うん、もう一回はあの袋の中見たら、うん、待って奥になんかあるって思って、え、そう、後からね、気づいてて、そう、後から気づいて、なんか、うん、そう、ジルシアートの箱があって、うん、そう、あの二度見で気づいた。そう、なんかあまりにもなんか当たり前のように下敷きにされてたから。そう。そう、後から気づいて、ヘアミストとリップもらいました。 あげたね。え、でものんちゃんからもね、めっちゃもらったよね、いっぱいもらったからね。そう、コスメ、そそららについてきてもらったの、ハンカチももらった、初めてちゃんと買ったから。そう、ディオールのめっちゃね、優しい人だったの。そう、ハイライトめっちゃもう使ってる、もう本当。あれと迷った、あのリップ、あのマーキシマイザー、マーキシマイザー。あ、そう、それほんと迷ったけど、なんかでもなんかどちらかといえば劇場で私たちはやること多いから、うん、じゃあこっちかなってなった。うん、嬉しい。うん、よかった。あ、そう、ソララからももらった。そう、一緒に行ったの。うん、そう、アザラシにしてほしいからって言って。マジね、あの前職迷った。あ、言ってたね。そう、小金ちゃんが、そう、最近ね、そう、イエベメイクにハマってるっていうか、そう言ってて、うん、でもそれは目だけで口は何色だってなって、うん、あの小金ちゃんの X あさってた2人で、うん、いやでもこれはやっぱりこの色の方がよくねって、うん、そこまでしてくれたの、だいぶやったよ。で、そう、なんか結局、うん、そう、でもココネちゃんが似合うのはこれだってなって、うん、え、うん、そうやってたね。マジソララめっちゃ可愛くて、可愛かった、可愛い、可愛い、もう嬉しい。でもソララが一番ココネちゃんに望んでたのが、うん、あれをアザラシにしてほしい。あ、じゃあもうめっちゃ使う。それ使って。そう、でもね、あれね、可愛いからね。そう、でめっちゃさ、商品紹介してるやつみたいな。そう。あんまねこういうの言わない方がいいんだろうけどさ、あの私はそういうの話してるの楽しいから、うん、わかる。そう、なんかこういう経緯であったんだよみたいな、うん、そう、聞くの好きだから話したくなっちゃう。チョコもあげたんでしょ。あげた、17期全員あげた。あ、そう、もらったのんちゃんか。お母さんがめっちゃ張り切ってチョコの袋を、あのパーティー用みたいな、あの、うん、大容量のやつを、うん、2袋買ってきて、うん、そう、明日みんなに配りなよっつって、だから私のカバン配りなよって、そう、大きいのに、で、しかもココネちゃんには、うん、そう、よろしくって意味でなんかゴディバまで私にそう渡されて、そう、渡しといてねって。そう、ほぼ彼氏だよね。朝にね、はいはいって、はい、ココネちゃん来てっつって、あげた。めっちゃ可愛かったね。うん、ねって、なんかそれに対してねっつって。そう、なんか私めっちゃその人と思って、なんかバレンタインよっしゃーみたいな張り切ってるやつ見て、そう、可愛かった。もうこんな、なんかなんかカバンからちょっとチョコ溢れてそう。そうで、ね、2袋ぐらいで、なんかずっとガシャガシャなる。そう、そう、めっちゃみんなに配ってて可愛かった。はいはいはい、そうそう。で、公演の時も、うん、あの唯一育ち盛りだからっつって、あの保護残ってるやつ全部あげた。めっちゃ雑だったよ。お兄ちゃんにはあげてない、忘れてた。
誰にもあげてないからホワイトデーにねのんちゃんにお返しする。そう、 X で期待してるねだるいよね待っててねとか言って。そう、なんか私の場合はそういう行事系はお母さんの方が張り切ってること多い。え、そう、しかもさ、そのバレンタインの日さ、エリーさんからねたくさんお菓子もらったよね。そう、こんなねでっかい袋にね入ってたよね、いっぱい入ってた。なんかなんだろう、うん、洋服、うん、に何着も入れられるようなデカさの袋に、うん、はあの半分ぐらい入ってた。え、そう、やばかったもん。どうやったらそんなあれなんだろう、うん、でもさ、うん、あんだけ家にあったらさ、うん、食べちゃうよね。そう、なんかまだあるしみたいな。え、そう、しかもお菓子ってさ全然お腹いっぱいならないじゃん。え、でも先にね、うん、あの気持ち悪さが来るんだよ。あ、わかる、食べちゃうよね。そうなんです。うん、やばい、なんか明日いい件な感じがしない。しないよね。なんかまず私昨日何やったかとか最近覚えてらんない。え、わかる、なんか何してたかよくわかんなくなる。そう、なんか朝ごはんはとか言われたらさ、昨日のだから覚えてなかったけど、ね、夜ごはん何だったって言われるとわかんないよね。え、もうわかんない。これ絶対日本人思い出せない人多いと思う。わかる。でもね、うん、そうやって言うとね、うん、俺は覚えてるって言うて、絶対言うよね、言うよね。明日、うん、思い出せない。3日前の昼ご飯なんて覚えてるわけなくない。3日前は覚えてないよ。さすがにお前、うん、3日前ってだって今日2017でしょ、うん、17って何やったっけっていうところから始まるじゃん、うんうん、ほら覚えてるって。覚えてる。結構食にね興味ある人なのかな。確かに昨日の MC 覚えてる、まさちゃんがポテちゃんからもらった飴を、うん、あのちょっと話を持って話してたっていうのは覚えてる今何分？今ね44。意外とあるね。昨日のご飯はフランス料理でした。なんでそんなおしゃれなもの食べてるの、ね、おしゃれ、なんかあったのかな、お祝い。なんだろう。ではご要望にお答えして、あれは覚えてるよ、だって嘘かっこそご要望に答えてくれたみたい。うん、当たってます。だって30分前に食べたもの、それは覚えてたよ90% の嘘。嘘、髪伸びたね。確かにめっちゃ伸びたかも。なんか伸びたっていうか量が多くなったよね見せ方よ。ポテちゃんの方が長いよね。確かにのんちゃん結構さ、あの一回切ったから、そう、切ってる気する。あの、うん、むしろでカットされた時に、うん、そう切った。なんか同じ美容院でおそらく同じ人にやられたはずなんだけど、うん、あの私だけバッサリ切ろうとしちゃって、その場で、うん、失敗したよね。場所を間違えたみたいそう、だから一番目に私のむしられカットを披露したのはコネちゃんだから。え、そう、あの、あ、そうだよね。え、でもそだから、え、ちょっと言えなくて、さすがに。そう、可愛いって言ってくれたけど、絶対おかしいもんこれと思って、ゆきたんに、あの、コネちゃんとバイバイした後すぐに LINE して、ねえ、これやばいよねって。そしたらなんかね、ゆきたん写真保存してるから、たまにね、うん、その話すると見てくださいっつってね、メイクさんとかかすみに見せるの。そうそう、みんなに見せてるよねやめてよ、なんで、うん、え、なんか髪、なんか毛先もやばいけど、前髪が特にやばいよね、あれ。え、なんかね、そう、もうここなんか、でも私が切った方がまだうまいわ、うん、そうねなんかね、そう見せてあげたいんだけど、うん、ちょっとあの見せられないので。でもその日の次の日にアウト部の収録あって、あの最初の、うん、あの真っ白の部屋で踊った時の、うん、あれで私が髪を一つにくくって前髪をピンで留めてたのは、うん、むしられカットをされたからです。
そう、なんかさ、なんか理由があってあげてたってわけじゃなくて、普通にむしられかった、むしられて、とりあえずやばいと思って髪でそしたらさ、茂木さんに、うん、なんか言ったの、顔ちっちゃい、顔ちっちゃいねって言われて、うん、いいこともあるなって思ったえ、本当にびっくりした、会った時、あれちょっとむしられてねって思ったけど、さすがに言えなかった、そう、言えない、もう言えないだろうなって思ったから、うん、もうきっぱり言ってくれそうなユキタにすぐラインしたよでこれ、しかも、うん、その後、うん、なんかなんで私これにお金払ったえ、確かにね、そう、なんかでもね、うん、満面の笑みで、うん、これで大丈夫ですかって言われたら、なんかもう、え、ちょっと言えないよね、言えないの言われてもって感じじゃない、相手もなんか、うん、なんかもう直せないし、ね、そうなんか長いとかなら調整できるんだけどね、そうだからいつか出てくるかもしれない、むしられるっていうのね、そう、むしられてたよね、え、なんか草むしりしたえ、そう、なんかちぎられた、ま、なんかちぎられてた、なんかすきばさみめっちゃ適当に 1,2,3 ってやったそう、でも私もその写真ないから、うん、ゆきたんのフォルダーで来てなかったら、うん、あ、でもエイチさんのとこにもあるかな、マネージャーさん、うん、そう、私のもうアルバムにはない、消しちゃったなので皆さん口コミは意外と大事です、うん、いや、とりあえずさ、どこでもいいやっちゃなって言ったんだよね、二人で、え、なんか安いお理由に言っちゃった、そうね、え、うん、もう一個、すごい初めて見た、それは初めて、あ、これか、ん、違う、お、え、そうだよ、あ、これ、そう、あ、これじゃん、ん、消したい過去、そうだよ、福パパさん、タワーありがとうございます、これなんだ、え、違うの、あれめっちゃノーマルで撮ってるで、しかもなんか傘も支えながらだったから、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、安いわ、危ない、ありがたわ、そう、なんか安さ、え、でもね、そう、私の近くの美容院はすごい、それよりも安くて、ね、初めて、それなりに、なんだろう、満足できる出来だったから、なんならそれより高かったからいいかなと思って行ったら、ダメだったみたい動物タワーって言うんだ、動物タワー、動物いっぱいいるから、確かに、ありがとうございます、なんかめっちゃさ、うん、グレー色味、うん、そう、黄色、なんだ、黒、真っ白じゃなくて、なんか真っ白じゃない、てか手黄色くない、え、絶対イエベな気してきた、そっちは、あ、でも違う、違う、こっちが黄みがかってんだよ、そういうことね、やばい、もうなんか最近ご飯食べたすぎて、え、わかる、そう、え、なんか一番ね、食費がそう無駄だなって感じるっていう話をさっきコーネちゃんとしてたの、うん、でもご飯ないとさ、ちょっと健康面的にも危ないから、うん、そう、買っちゃうの結局、そう、なんか本当になんかもうなんかさ、え、そう、お腹空いてないのに食べれるくない、なんか入れちゃうんだよね、うん、え、しかもレッスンの合間にさ行ったよね、一覧一人で、何、一覧、あ、そうやばいよね、一人で行ったんですよそ、なんか、うん、私エリーさんと行ったんだと思って、うん、あ、そうだから、ね、そう、私が、うん、カード忘れちゃって、うん、上に上がるための、うん、あ、申し訳ないなって思ったの、うん、そしたら、うん、一人でって言われてえっと思ってお姉ちゃん急いでないかなってイメージなさすぎてえっって思ってえ、そう、なんかその日なんか欲しかったファンデーションあったの、それを探しになんか行ってたの、あったなかったけど、そう、なくて、なんかおな時間あるし、なんかお腹空いたなと思って、近くにあったから、あ、入ろうと思って、うん、しかも替え玉ま、替え玉、うん、までした、あ、そう、おもろいそう、替え玉してんのマジで、なんだろう普段イメージがないから、うん、まあ、一覧は量があるっていうのもあるけど、うん、そう、笑ったえ、みんな行かない、行く、一人で、食費は我慢しない方がいいよ、え、でもね、服とか買ってるとね、ポン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 行ってくね、そう、しちゃったの、なんかさ、一覧ってさ、全然なんかお腹いっぱいにならなくてしちゃいました行ったことない、ケータリングで来てくれた時初めて
蒙古タンメン食べたい。お母さん見てる？ちょっと蒙古タンメンと牛乳の使いをお願いしたいんだけど、多分時間的に絶対見てないね。そう、あ違う、なんか小ごなんか半替え玉と小ご飯食べた。半替え玉ってある、うんうん、ある。何それ？ご飯食べた。そう、ご飯も食べたくなって食べちゃった。おすすめだよ、みんな一人で行くの。そう、セブンの、セブン限定なんだね。私この前お父さんに言われて知った。辛いの苦手なくせになんか最近食べたくなる。そう、小ご飯食べた。小ご飯小盛りとかだけど、そうじゃなくて小ご飯なんだ。そう、小ご飯。もんちゃんは一人でリンガーハット行きました。リンガーハット？うん。何そこ？長崎ちゃんぽんとか、あ、いろいろあるところ。あとうどん、かわいい。うん、何？長崎すぐね。かわいい。え、そう、もうなんかかわいいの。赤ちゃんではないけど、全然赤ちゃんではクソガキ、そう、クソガキで可愛い。そのね、のここで、うん、あの初めてか2回目ぐらいにした配信でね、うん、のんちゃんは、うん、なんかわかんないけどで多分いい言葉が出てこなかったんだろうね、うん、クソガキって言われて。そうで、なんかね、それの話を久しぶりにしたら、うん、え、私そんなこと言ってないって出てきて、絶対言ったと思ってマジ笑った。そう、いい言葉が出てこなかった結果が面白すぎ。そう、おもろい。あと家系行きました。恥ずかしい。一人で行った？行ったの？うん。でもマレー子行ってない。なんかだいたい誰かと一緒にいるときじゃないと、え、そう、なんかいいやってなっちゃう。わかる。なんかどうせ家帰ればあるしみたいな。うん、一人では行こうってあんま思わないよね。うん、相当お腹空いてないと。しかも私の場合急に誘うから、気分で、うん、日高屋行きたい。あ、言ってるね。言ってる言ってる。ケンタッキー食べたい、マック食べたい、はい、マックも食べたね最近。食べた。行ったよね。フルーリーやってなかった。最近全然フルーリーやってない。あのあれ美味しい、オレオの。そう、ずっと言ってる、オレオアイスね。一人マロマロはどこまでやった？カラオケ途中で断念。え、カラオケ、あ、まあでも入れる。でもオーディション期間の時だから、うん、あの最終の時歌わなきゃ。私じゃん、うん、何やろうと思って、うん、悩んでそう。 AI の採点のやつで、うん、見ながらやってた。やってた、めっちゃやってた。そう、カラオケのマイクってなんかめっちゃ声拾ってくれる、うん、どういう設定なんだろう。なんかあるよね、なんか大きくするやつ、うん、ちっちゃい。55分だって。え、早い早い。一人映画はもう何回も見てます。読んでいきます。読みます。13位、君なみさん。君なみ、あれ、なみさん久しぶりだ、ありがとうございます。13位としきさん、ありがとうございます。しーしーの羊さん、ありがとうございます。12位ぶっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、たけなだけさん、ありがとうございます。10位、中地さん、ありがとうございます。9位がゼロさん、ゼロさん、ありがとうございます。9位、流れ、これさ、流れ物でいいと思う。でいいよね、流れ、ままあまあ、でいいよね。流れ物さん、ありがとうございます。8位、みなちゃん、どこまで、もう一回も。13位が君なみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、12位がくまさん、ありがとうございます。6位、じゅんにさん、ありがとうございます。じゅんにさん、ありがとうございます。5位、まめもやしシーさん、ありがとうございます。4位、台湾の子さん、ありがとうございます。さん、ありがとうございます。3位、ゆきぴちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、こうくん、ありがとうございます。1位、く
クパパさん、中地さん、中地さん、ありがとうございます。5位がジロリンさん、ジロリンさん、ありがとうございます。ちょっとね、急だったんですけど、見に来てくれてありがとうございます。3位がキュンさん、キュンさん、ありがとうございます。2位がクジラさん、クジラさん、ありがとうございました。ありがとうございます。1位がマシンガンさん、マシンガンさん、ありがとうございました。はい、ということでハンバーグやっております。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きって言ってください。いきます。おやすみ。大好き。はい、ありがとう。みんなもう寝るんですか？終わったらなんかあるんですか？ココもハンバーグやろうって毎回嫌がるのよろしい。ありがとうございます。あ、寝る。ご飯食べ、小ご飯食べる。これからお風呂。大好き大好き。スクショ。バイバイ。うん、なんだ、あと3分話せる。そうよ。何話す？テレビ見る。おーいいっすねとか。おーいいっすね。おやすみ。寝ないけど。パクったな。明日もね、明日ちょっとまだ見てないスケジュール。ハンバーグかわいすぎる。またね、またね。じゃあ明日面白い、じゃあ面白い話を伸ばす。おやすみ。寝ないけどドボンする。楽しんでください。ちゃんと寝なさい。寝ます。アイドルのお休みは信じない。他のアイドルのルームへ。バイバイ。ほっぺに指当てて。バイバイだって。おやすみなさい。おやすみ。ここで寝てるのよ今。おやすみって言ったら。そうだよ。かわいい。今何分？今何分？58か9ぐらいあたりじゃん。58です。58。あと2分。じゃあ勝手に来てもらうの待ちたいと思います。あ、そうだね、勝手に来れるのか。毎回来てもらってた9時の時。じゃあ勝手に来れるまで待ちます。待ちます。てか、お疲れ様。成長を感じちゃう自分。20時までだったのに最初。そうやね。そうやね。2時間増えたよみんな。私がボクシング部、ボクシング部に卓球負けて卓球部やめた話する。のんちゃんおやすみ。聞こうかな。休みに来たよ。もうやめちゃいます。何を。もうしばらくやめちゃいます。切れないで。え、私も切れた。何、怖い怖い怖い。配信ありがとう。お疲れちゃん。私今切れたってだいぶパワーワードだった。また配信してね。またするね。いつか。いつかって言おうとしちゃった。ノンココバイバイ。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 福フェス、そう、福フェスあるね。22にある。この時間帯が出身。はい、もうあとちょっと、はい、ね、1分もない。もうバイバイだ。うん。バイ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 。ね、ゆっくりこの後は、ね、ご帰宅したいと思います。今から帰ります。終わったらすぐ。うん、お腹空いてはないけど、とりあえずなんか食べたい。なんか食べたいよね。うん、でも今ね、お財布の中ね、小銭しかない。うん